さあ、こんにちは豊さん、はい、ここだけの情報入ってないですか FA。 まあでもちょこちょこまことしやかに動きが、はい、そう都市伝説じゃないんですけど、なんかこうあるな FA はな。そうなんです、やっぱり今シーズン FA で、はい、あの手を挙げる選手とか、まあ、獲得する選手が多いので、はい、必ず1日1個はこの FA に関する記事出てきます。出るな、はい、で、はい、今出てきてるのが、まあ、また森友哉選手、はい、森友哉選手は何か情報入ってきてないですか。ちょっとえ似合いって。いやいや、まあまあ基本戦は俺西武だと思うよ、まあ、残留が基本戦、うん、ただ、うん、関西地区、まあ、出身が、まあ、出身が大阪だからね、はい、大阪遠いんですし、まあ、だから、まあ、あっちの方に帰りたいとか、うん、まあ、そういうことはあるかもわからない、ね、だから関西地区ってなると、まあ、阪神であったりとかオリックスだったりとかってなりますもんね、はいはい、ただね、森友哉の性格からすると、うん、例えば阪神とオリックスを比べた時に、はい、まあ、そんなに目立ってもしょうがないだろうみたいな、はい、甲子園を本球場としたら、うん、やっぱ彼もホームランをある程度打ちたい選手だけに、うん、なかなか甲子園難しいだろうって考えるとさ、じゃあ阪神はなさそう、なんかなさそうな気はするな。ただ金次第だよ。まあそれはそうですよね。それはそうだよ。そうですよね、うん、昔はパ・リーグからセ・リーグに来る選手っていうのは圧倒的に多かったんだけど、うん、最近ではパ・リーグはパ・リーグで移籍するっていう選手が多いよな、うん、やっぱそれだけフランチャイズ制というのが、うん、やっぱパ・リーグはしっかりしてるし、はい、あの人気もあるからね。そうですね。どうだ、あ、そうか、うん、じゃあパからパがあるということはオリックス、お前言えてないよお前パからパがなんだと、パからパに移動が今活性化されてるってことはオリックスの可能性も、まああるよな、うん、でもオリックスキャッチャーいりますか、ね、キャッチャーいるけど、うん、決めかねてるよね、あ、成功しようってことですか、うんうん、森は DH もできるから、うん、であそこ外国人が当たってないでしょ、はい、だからキャッチャーやらないときには DH とか入れるから併用できるってことなんですね。そう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 、あ、DH があるだから西武でいると、はい、やっぱおかわり君が DH だったりだとかさ、うん、たまにその山川が DH 入ったりだとか、うん、外国人が入ったりとかすると、うん、やっぱこう休みになっちゃうんだよね、うんうん、だからそういう意味ではオリックスっていうのは、まあ、そういうことができるだけにいいかもからね、うん、あと巨人がある記事によると、もう今シーズン根こそぎ行くっていうような記事も出ていて、いやちょっと待ってください、はい、今シーズンじゃないよ、いつもじゃんいつもですね、いつも根こそぎだよ、例年の。でも振られるケースが最近増えてるからね、多いですよね。そうそうそう、だから巨人にいても、じゃあレギュラーで使ってくれるかっていうと、そういうわけではないから、まあ、例えば同じ金でやるんだったらさ、うん、もう別に目立つ必要もないんじゃないのっていう、あ、まあ優勝ができて目立たなくて、うん、うん、はい、それでその日本シリーズで目立ってみたいな、あ、そういうのでいいと思ってるんじゃないの、うん、常に注目されてるっていうのは、うん、やっぱ疲れちゃうんじゃないのかな。あと、まあね、巨人のブランドもその昔ほどっていうのもあるんですか、まあ、それはもちろんあるよ、ね、ですよね、うん、ただ巨人はやっぱ森友哉選手も調査で動いてるっていうのはなんか出てたので、まあ、それは欲しいでしょう。そうですよね、打ててってなると、守れてってなると、そうそうそう、でも俺は森はあんまり目立ちたくないと思ってると思う。でも森友選手もし巨人に来たら大阪桐蔭コンビはできますよ。中田選手もいるし、まあ大先輩だからな、森のな、まあそれはできるぞじゃなくて、はい、まあ、阪神だったら藤浪とバッテリーが組めるよっていう、あ、まあそうですよ、うん、まあ、だけどあのバッターとして左バッター、右バッターだったら別問題として、はい、左バッターで好んで阪神に行くと、うん、やっぱ苦労するよな、多分な。そうですね、甲子園球場バッターとしたらね。ですよね。じゃあ豊さんの中では濃厚なのは、まあ、西武残留、まあ、関西地区だと思うよ。ああ、西武に残留、もしくは外に行くんであれば FA でオリックス関西だと、まあ、取るんだったらね、オリックスで DH も使ってもらえる、まあ、もちろんもちろん、ことですもんね、はい、条件は満たすということだよね。そうですね、はい、で楽天、はい、楽天は浅村選手と田中将大投手の記事が出ていて、はいはい、浅村選手5億、田中将大投手9億で、三木谷さんがもうちょっとあのアップアップだと、お金が。そんなことはないでしょそんなことはないと思うけど、はいはい、ただマー君がね、うん、メジャーから帰ってきて、はい、どれだけグッズが売れたんだっていう話だよね。だ、成績はともかく、まあ、もちろん成績も期待はしてた、うん、でもグッズ販売とか、うん、マー君が帰ってきた経済効果っていうのは、うん、
結構あると思うよ。いやそうですよね、うん、十分そう。ただ可愛さ余って憎さ100倍というかさ、うん、あれだけ期待したのに成績上がらない、うん、でも俺はそのグッズとか、はい、そういうことを計算すると、うん、別に給与が高いとか、うん、安いとか、まあ、そんなことは言えないとは思うけど、ね、楽天は楽天モバイルでちょっと大失敗をしてしまっていて知らねえよ楽天 の, あのショッピングサイトは儲かってるんですけど、そっちからの黒字を全部補填してるので、まあまあね、結構厳しいと、うん、で上場も今なんかちょっと厳しいみたいな感じになってるので、そうなってくるとやっぱ高額な選手に払うお金っていうのがってなると、こう出ざるを得なくなってくるのかなとか。でもマー君が入ってくるときにさ、うん、楽天ね、マー君獲得、うんうん、楽天田中マー君みたいな、はい、どれだけコマーシャル効果があったかということで、そうなんですよね。でまあまあでも選手としてね、うん、そういうことを耳にすると、はい、いやそんなんだったらいいよっていうようなことにはなるよね、うんうん、そうですよね。だからマー君なんて全然できるしさ、でまだまだ、いやそうですよね、他のチームも欲しいってなりますよね。ちょっと打てるチームに行けばさ、はい、それはもう勝てるよ。例えば田中将大投手がじゃあ他のチームの意見も聞いてみたいですっていう風になった場合、この他チームどの辺行きそうですか。いやただ年俸はそこまで出せませんよっていうのが、はい、多分話の大筋だと思うけどね、はい、マー君が納得するだけのお金が9億じゃないと思うんだよ、はい、もうちょっと下げてもいいと思ってるはずなんだよね、うん、多分ね、どこら辺で折り合いがつけれて、じゃあどこに移籍をするかっていうね、うん、マー君はセリーグに来てほしいけどね。いやそうですね、なんか そう思っちゃいました。例えば中日とかバンテリンドームでマー君が投げたらそんなに点取れないよそうですね、まあ、なかなかホームランが打てる打てないよあそこじゃ。そうか、ただ打ってくれないからさ、マー君は打ってるくれるところがいいと思ってるはずだと思う。じゃあヤクルトとかですか。まあ DeNA とか。あ DeNA か。巨人行きますかね。いや可能性はなくはない。そうですね、金あるから、ね、お金あるし、坂本選手と、ね、田中将大投手が同じチームでやってるってなると森藤好きやなそういうセットで考えるのセット2個1で考えちゃうんですけど、ね、まあまあ確かにね、縁にはなるよ ね、はい、ね、そうですよね、うん、であと浅村選手なんですけれども、はい、もうすでに巨人とソフトバンクとオリックスが調査を始めているっていう情報が入ってきてます。オリックスも本気やな、いろいろ。オリックス、そうですね、改造計画じゃないですけど補強必要なんですね。ソフトバンク浅村選手必要ですか。いるよお前、あいるいるいる。右バッターでも最高のバッターじゃない。あ巨人もいる、もう根こそぎだからいやいやいる、今どこで使うのかね、まあ、セカンドか。セカンドですよね。いやもう吉川でいいんじゃない。ですよね、だから吉川選手と併用するんですか。まあ、ただその坂本が故障がちになってきた、はい、うん、まあ、ショートが1シーズン守れないということになると、うん、まあ、吉川をショートに持ってってショートにコンバートして浅村セカンド、うん、っていう可能性もあるよね。そうですね、まあ、ファーストは中田翔がいるからさ。だから中田翔が FA 持ってるんだよな、はい持ってるけどいや出れないとは思うけど。そうですね、まあ、出ないとは思うけどね、はい、出ないとは思うけども、まあ、大阪遠いんだよ2人。そうなんだ。いや、だいや違う違う違う、やっぱ先輩後輩になるでしょ、はい、やっぱね、好きな先輩なのか嫌いな先輩なのかってあるし。そうですね、そこはね、はい、まあ、行かなかったから仲悪いとかじゃなくて、うん、それはお互いがどう思ってるかだよね、うんうん、一時期お前パリーグのさホームラン王争いした2人だし、2人ですよね、打点とかもそうだけど。そうですよ、そりゃお前入ったらめちゃくちゃ強力になるよ。でここで森友哉選手も巨人入ったら、ああもう半端ないね、もう大阪桐蔭あの変えなきゃいけない、大阪桐蔭チーム名を。そうそうそう、確かにすごいですね、うん、でオリックスですね、オリックスも浅村選手ということで。まあでもソフトバンクかなっていうような気はするけどね。あソフトバンクが浅村選手ちょっと取りそうかな、うん、で翌年に、まあ、ファーストもできるしね、 あそこだったね。そうですね、そうですね、うん、で翌年にあのドスコイの山下、あ 山下山川選手も、うん、じゃあ浅村サードで使っとくかも分からない。あそういう手もありますもんね、ファースト上げといてね、うん、でプラス出てきてるのが、はい、阪神から2選手名前上がってます、はい、西勇輝投手と梅野捕手なんですよ。まあ西は巨人が取りに行く。え今日行きますかね、うん、まあピッチャー欲しいですし。いや違う違う、今年知ってる、
西勇輝から4人1点も取ってないんだよ、はい、あ、そうなんですね。いや、もう天敵だから取るしかないですよ。まあそうですね。いや、そりゃそうだよ、お前、うん、1点も取れないピッチャーが、ま、負け続けるっていうことだからさ、だから、いわゆる、まあ、来期になったらどうかわからないけども、はい、やっぱ天敵は FA だったら取っといた方がいいよね。そうですね、勝てるピッチャーだしさ。いや、本当そうですよ、うん、で西勇輝投手もともとがオリックスなので、あ、まあ、特に阪神にこだわる必要っていうのはない。ただ阪神は監督が変わるじゃない。あ、だからいや、だからそういう意味では、はい、どういう待遇になるかわからないし、うん、その待遇によっては残る可能性もあるし、うんうん、ただやっぱ巨人はやっぱ打てないピッチャーを味方にしちゃった方がいいですよ、得だからね。はい、で先発のね、1人また枚数がこれで確定するわけですもんね。じゃあ巨人が取りに行くのがちょっと濃厚なんじゃないかと。金銭合えば行きますもんね。いや、もう合えばいいよね。いや、やっぱり打てないピッチャー取っとく方がいいでしょ、はい、普通に考えたらそうだ、うん、で阪神は阪神で今投手がすごく育ってきてるっていうのもあるので、うんうん、まあそのあたりね、阪神がどのぐらいの金額で西勇輝投手残留させるのかとか。阪神が、はい、残留も視野に入れた手を挙げて、うん、いろんな他チームの金額を聞くと、うん、そこで阪神が折り合うかどうかだよね。はい、まあ、阪神もいいピッチャーいるからな、育ってきてるからな。そうなんですよ。そのチャンスをあの与えるために一枠あげるとかさ、うん、はい、まあ、そういうことも考えてもおかしくはない、ね、もちろんそうですよね、うん、で梅野選手も出る可能性。梅ちゃん一時期ソフトバンク説があったけどな。そうなんですよね、うん、これは一回立ち消えちゃったのか、金銭で折り合うのか、まあ、そうだね、はい、でもあそこもやっぱりいいキャッチャーがこう控えてるからな。そうですよね。そんなにいるって言えばいらないんじゃないのっていうような感じはするけどな、うん、そうですよね。でその前にソフトバンクね、浅村選手にの調査も始めてるっていうのもあるので、そんなに金銭どうする、つぎ込むのかなっていうこともありますし。どこ、ソフトバンクが。ソフトバンクかな。もう孫さん、孫さん、この前赤字発表しましたよ。すごい、すごい赤字を。いや、だから赤字形状にしてるんでしょ。なるほどね、いろいろからくりあると、まあ、いろいろあると思う。でも梅野選手が手を挙げれば接触したい球団っていうと、どこだろうね。巨人は、まあ巨人、そうだな、うん、ダメってなったら巨人も動く可能性もあるけどな。打てるキャッチャーです。まあ、梅ちゃんの場合はちょっと分からんな、動向がずっとなんか湧かないんだよ。おだから、まあ、例えば西だったら巨人、あ、1点も取ってない、お、取った方がいいんじゃないの、うん、っていうのは答えが出てくるんだけど、うん、そう、まあ、ヤクルトもいらないしな。そうですね、明日は優秀なキャッチャーがもう待ってるもん、ずっと。そうなんです、ずっと後ろにあるので。そうだから、そんなに俺は梅ちゃんはなんか阪神でいた方がいいような気がするけどな。豊さん的には残留でいた方がいいんじゃないかなっていう、うん、まあ、あとはね、新しい監督だったりとか構想との兼ね合いも、まあまあ、もちろんね、あるでしょうけど、うん、でも梅ちゃん阪神いると思うよ。阪神は、うん、まあ、いろいろなことはあるのかもわからないけどね、うん、はい、うん、なるほど。じゃあ豊さん的には梅野選手がなんか他チームに動くっていうビジョンが見えてこない。いや、イメージがわからないんだよ。なるほど、今現段階ではそうだと、うん、ですね。あと補足なんですけど、これ巨人が金銭のトレードで京田選手を中日から取るんじゃないかという噂も本当かなるんですけど、それはやっぱショートを守れる人が欲しいよね。はい、あそこは打つのは誰か打ってくれるからさ、巨人は。そうですね、だから、まあ、そこそこ打てればいいんだけど、はい、まあ、金銭で取れるんだったら取りたいよね。まあ、そうですよね。いや、だって守備うまいもんですよね、うん、でチームのなんか何かこう環境変わったらまた打ち出すというか。それはないよ。それはない。それはね、そんな簡単じゃないよそれはバッティングとか150キロで飛んでくるようなボールを簡単ではないけども、うん、やっぱ守りがしっかりしてるっていうところはいいよね。じゃあ今現段階で坂本選手を除いたショートを守れる選手だの中だったら、京田選手取ったら京田選手が一番使いやすいですよね。やっぱ安心できるよ。そうですよね。っていうことはやっぱり巨人はここの動向も京田選手の動向っていうのも、いや、そうだ、見たいですよね。金銭ですけど、はい、まあ、これはトレードの話になる、ね、はい、FA ではないですけれども、はいはい、ただこれ浅村選手が巨人取れたってなってくると変わってくる可能性も高いってことですね。いや、根こそぎだから根こそぎ、ちょっと
とく。いや取ってて、取ってて損はないから。あ、そうですよね。いや守備は使え、今ね打てる人っていうのはまあそこそこいるかもわかんないけど、はい、守れる人っていうのは貴重だよ。うん、そう、あ、今そうですね。今そうだよ。確かに最近もね結構守備のミスだったりとか、だって守備のミスで負ける率っていうのがすごく高いからさ、はい、だから1点差とかね、そういうので負けるのは監督のせいっていうふうに言われるけど、うん、守りはどうしようもならんからな。そうですよね、うん、だから強打なんかはやっぱこう守備がうまいし、うん、あのやっぱ取ったらそれだけのものにはなってくると思う。そうですね。さあ、まあ、きっとねこれあの今シーズン終わってからさらに白熱する話題だと思うんですけれども、まあね、はい、まあ、あのこのね豊さんの YouTube の動画でも、まあ、順次追ってな、はい、はい、動画を見ていきたい、お伝えしたいと思います。はい、はい。